サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。最終節のセリエ A、 この一戦は要注目の試合になりそうですね。どちらのチームにとってもいろいろなことがあったシーズンでした。これが最後の試合ですし、しっかり締めるという意味では勝利して終えたいでしょうね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日の陣形は攻撃的な 4-4-2 です。フォワードとトップ下を並べる伝統的なフォーメーションですね。こちらがローマの先発メンバーです。これは攻撃的な 4-5-1 です。前線の選手の役割が重要です。試合開始です。カルバハル、ボールを奪われました。注目のラムゼーです。アントニー・マルシャル、ドリブルでボールを前へ。フェデリコ・ベルナルデスキー、ボールを大きく押し出します。いいクリアでしたが、さらに拾われます。クリスティアーノ・ロナウドに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？前の試合ではハットトリックを決めました。今日も自信にあふれているでしょう。活躍を期待しましょう。マトゥイディ、マトゥイディのパスはカットされました。おっと、裏へ出した。通します。これをセーブ。危ない状況でしたが、見事に対処しましたね。すごい反応です。このコーナーはそのままゴールラインを割りました。ユスフ・ポールセン、これは見事なパスカットです。なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。ジャスティン・クライファート、エリア内滑っていった。クロスはブロックされました。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。レフェリーは流しています。崩してきた。これは危ない。キーパー弾く。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。ユスフ・ポールセン、
このボールは重要です。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。注目のラムゼーです。フェデリコ・ベルナルデスキー、マルシャル、ありそうだ。これは大きく上に外れました。追加点の欲しい時間帯ですから、決めきれなかったことに監督も不満な表情です。ラムゼ、クリスティアーノ・ロナウド、アントニー・マルシャル、ボールの動きが激しい。ここにいます、ダビデ・サントン。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。注目のラムゼです。アントニー・マルシャル、クロス、しっかり見えています。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。ボールが中央へ向き、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。マルシャル、ボールが外に出てゴールキックです。いい位置でカットした。シチェンドル、ポールセン、カウンターのチャンスです。ここはよくスペースが見えていました。いいクロスが中に入った。惜しい、クロスは結局合いませんでした。ボールは相手に渡ります。ジェコ、このプレーはオフサイドです。レオナルド・ボヌッチ、ブライズ・マテュディ、スティンドル、アントニー・マルシャル、クリスティアーノ・ロナウドが出てきます。アドリアン・ラビオ、シチェンドル、クリスティアーノ・ロナウド、カウンターアタックのチャンスです。深くえぐってからのクロス、ここはゴールキーパーの好判断。スティンドル、カウンターも狙えます。スペースにスルーパス、ちょっと長いか。クリスティアーノ・ロナウドのオフサイドです。ジョルダン・ベレトゥ、ダニーロ、アドリアン・ラビオ、マテュイディ、ラムゼ、スティンドル、注目のラムゼーです。走り込む味方にラムジーのスルーパス、大きなチャンスとはなりませんでした。これは見事なインターセプト。ジェコ、ユスフ・ポールセン、パスをこの位置で防ぎます。ラース・スティンドル、マテュイディ、ここでボールはローマに。ミッドフィールドでボールを奪いました。ユスフ・ポールセン、同点ゴールなるか。ブッソンのセーブ、まだインプレーです。もしイエローが出れば2枚目になりますが、この日2枚目のイエローカード、退場です。いやー、出てしまいましたか。退場で監督も顔を曇らせていますが、ここからどう切り替えていくのでしょうか。重要な場面です。レフリーの笛が鳴って前半終了。さあ後半開始、ローマがボールを動かします。相手ボールになります。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。前が空いている。
ここはインターセプト。しっかり予測していました。味方に出すでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、取った、打ちたい。これは見事なパスカットです。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。ローマからのスローインでゲームが再開されます。ここにいますダビデ・サントン。おっと、裏へ出した。残念ながらゴールにはつながりません。ディフェンスがブロックしました。ラムゼ、よく効いています。マテューディ、スティンドル、注目のラムゼです。ラース・スティンドル、ボールを奪われました。素晴らしいスルーパス。さあどうする。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。選手が少ない状況の中、同点へと持ち込みました。レッドカードを受けてからも攻めを忘れなかったことが功を奏しましたね。マテューディ、アドリアン・ラビオ、スティンドル、アントニー・マルシャル、相手ボールになりました。ボールをキープして自ら勝負します。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。このパスは読んでいました。クリスティアーノ・ロナウド、スーバー吹かれません。いいところへ出した。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。得点が動きます。再びホームチームがリード。見応えのある試合ですね。まだまだ目が離せませんよ。キックオフとなります。ローマビハインドの状態でゲーム再開です。まだ持ちます。長い距離のドリブルでしたが相手に奪われています。チャンスにできるか。これは面白い。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。イリチッチ、アントニー・マルシャル、スティンドル、マークをいいところに出た。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指さしました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。今のファールは PK の判定。あっと、この PK は大きく外れた。どうしたんですかね。足元が滑ったんでしょうか。ディアワラ、ボールは相手に渡ります。注目のラムゼーです。ここはカルバハル、縦をつくでしょうか。
もしイエローが出れば2枚目になりますが、ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。中に入れた。これはクリアしきれないか。プレスが効いている。ボールがこぼれる。ジョルダン・ベーティ、ボールを前に運んでいます。何かしてきそうですが、ローマ PK を獲得しました。ペナルティ、さらにイエローカードも出ます。やむを得ないでしょうね。ここで PK を止められるかどうかがポイントです。監督も怒っているようですね。もう少し落ち着いていけと言いたいのではないでしょうか。見事に PK を入れています。緊張する様子もなく、しっかり沈めてきましたね。この角度からも見ましょう。試合は振り出しに戻りました。アドリアン・ラビオ、これはドグラス・コスタ、スティンドル、イリチッチ、ここから狙うのか。ボールを失いました。ここはカウンターアタックを狙うか。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。狙った。同点のままかと思われましたが、ここで貴重な勝ち越し点が入りました。よく冷静に決めましたね。このゴールは大きいですよ。試合の終盤、ローマが大きな勝ち越し点を決めました。このまま守りきれるかどうかが問題ですね。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。このパスはカットされました。アドリアン・ラビオ、ジョルダン・ベレトゥ、エディン・ジェコ、これはよく見ていた。エディン・ジェコ、ジェコ、試合終盤に突き放すチャンスでしたが、キーパーが阻止。レフリーが笛を吹き試合終了。今シーズン最後の試合が終了しています。福西さん、各チーム明暗が分かれるシーズンとなりましたね。はい、どのチームも来季に向けてさらなるチームの強化に取り組んでいくことになりますね。
セーブ。まだインプレーです。